新の FIFA ランキングが発表、日本代表が順位上昇。森保はじめ監督率いる日本代表は、今月行われた2026年ワールドカップアジア2次予選でミャンマー、シリアをそれぞれ5例で撃破。ベスト8で敗退した今年2月のアジアカップ後、18位へ後退したものの、昨年12月以来となる17位へ再浮上した。監督が変わればまだまだ上に行けると個人的には思います。日本の立ち位置は第2グループあたりか。ランキングだけ見たら中堅クラスで決して弱いレベルではないと思う。選手の所属しているクラブだけなら、欧州の列強となんら遜色ないんだけどね。トップ10に入ってもいいぐらい。アジアカップでコロッと負けなければ、もう少し上に行ったかもしれないけど、大幅にアップするためにはワールドカップで上位に行くしかない。組み合わせに関わるから参考程度ではすまんけど、ロシア、アメリカは高すぎる。やはり何か引っかかるのはアメリカの11位かな。直近のフル代表、この間の U23 とも日本代表が圧勝してるけど。22位のウクライナが開幕戦でルーマニアに負けたのは日本にとってでかいな。ユーロが始まって、日本より一つ下のスイスがハンガリーに勝ったから、上がらないかと思ってた。確か5ポイントしか差がなかったはず。ユーロでドイツは上がりそうだな。